2016年ドラフト1位、戦力外第1号寺島成輝。去年までは矢崎やと思ってた。村中くらいはやると思ってました。当たり率高いな。大体戦力になってるんやな。千早は去年で命拾いしたな。すげえな、ジャスティスと寺島以外ブレイク経験してるじゃん。ジャスティス1年目から沢村賞を取ると思ってたが、あれだけ騒がれてた田中があの現状だもんな。ほんま蓋開けてみなわからんわ。大山重複しろとかいう黒歴史。大山と浜口めっちゃバカにされてたよな。わが当日朝のスポーツ新聞で D 寺島1位予想、当日の1位指名は一本釣り柳、なお中日にかぶせられ敗北。外れで佐々木千早に行くも5球団競合でまたも敗北。外れの外れで地元大学の濃紺地雷枠浜口を指名、南勢で煽りに煽られまくる。この年の高校生投手は豊作だったはずだけど、寺島以外も思ったほど活躍してないな。山本由伸がいる。今井もシーズン通して数字はまだ残せてないんだよな。見ててもどかしい。藤平も首涼しくなってきてない。藤平は今年何回か先発したから来年どうなるかってところ。来年もダメなら首や。藤平はまだワンチャンありそう。他球団をあそこ丸々年のドライツ戦力外にしたぞ。なら今後うちもこんな空気の読み合いってあるんかな。2017とかもう何人かドライチ戦力外になってるよな。翌年のドライチ、3人かクビになってるの。ババもそろそろ怪しいな。近藤は何しとるんや。来季から復帰。上と下の差が激しすぎる。寺島は完成度より奥行きって言われてなかったか。上の小笠原の方が完成度高いけど伸びしろはこっちみたいな。寺島はそこが見えないみたいに言われてたけど、そこが浅かったな。セーブして投げてるだけなんじゃなくてあれが全力だった。寺島ほんと伸びなかったな。 5-2 の時点ではすごかったんやけどな。ナタイも良かったし140中盤軽々出してたのに、そっから劣化するとは思わんかった。高卒左腕はマジで博打や。ヤクルトドラ1左腕外れ率高すぎや。ヤクルト寺島が陳練習、低め意識で土手から投球やるしかない。これは一体何だったんや。この後はちょっと活躍したぞ。これ自体が効果あったっぽいのが面白い。和久が柱なる変化球1個身につけばすぐに一軍で活躍するけど、身につかないとだいぶ遠回りするでって話したのは覚えとるな。